自ハントした地、レイユニオンのサンピエール海岸にても、ラングの様子モラングで行われていた、庶民階層の伝統行事に由来が求められる。モラングの語源は、マダガスカル語のモレンジーに由来している。パーカッションのリズムに乗って、試合や練習が行われる。なぜかは、よくわかっていないが、白いシャツ、ズボンを履いて、裸足で行うのが普通である。昔は男性のみが行っていたが、 今では女性が行うことも珍しくないという。モラングの起源は18世紀に遡る。マダガスカルではサトウキビのプランテーションが行われていたが、アフリカ人やマダガスカル人の奴隷が反乱を起こさないように黒人取締法で武術の訓練を禁止していた。そこで奴隷たちが踊ると見せかけて武術を訓練するために作られたという。 レイユニオンでのモラングの再発見と現在の発展は、ジャンルネドレーナーザによってもたらされた。以下のような手順で行われる。カポエーラに似た感じであるが、ジンガがすり足なのに比べて、跳ねるようなステップを使うのが特徴である。側転は敵を避けるのに使う。土に手をついて、バランスを取る技術が重要である。ありがとうございます。